今日、虎ノ門ニュースというものを、金曜日の YouTube とか、そういうもので、ニコニコ生放送とかですね、そういうの流してて、最近では30万ぐらいも行く方もおられてですね、大変に認知度が高くなってきたわけです。そこで須田慎一郎さんと議論しておりましたらですね、ニュース女子っていう番組がありまして、東京の MX っていう、東京ローカル放送ってのあるのかどうか分かりませんが、東京近辺で流してる地上波の放送でニュース女子をやったわけですね。その時は沖縄の高江のヘリポパッドっていうとこですかね、ヘリコプターの発着のところの基地の反対運動を放送したと。で、これがですね、シン・シゴさんとかいうですね、在日朝鮮人がやっておられる、乗り越えネットとかいうところがですね、それについて、非常に沖縄ヘイトであるとか、なんか差別であるとかいうふうに、言ってですね、それを放送倫理委員会っていうのは BPO っていう非常に権威の高いと言われるところが、それが取り上げたわけで、このことは、このブログでも随分言いましたけど、ものすごく変なんですよね。そのテレビで放映した内容は別に事実であって、別に何てことないわけですね。単に反対派がものすごく暴力を振るっているわけですから、別に反対派の人たちだって、基地反対派の人たちだって自分のプライドとか信念でやってるわけですから、正しいと思うことやってるんですから、それが映像で流れたところで別になんてことないんですよね。だからそれをですね、実はだけども、その BPO が乗り越えネットっていう方が被害者だという取り上げ方をしたわけですね。つまりどう見てもまともな方は放送した方で、それで基地の反対運動で暴れてる人たちは、言ってみればちょっとアウトロー的なんですよね。それにトップがシン・シゴさんっていう在日朝鮮人の人なんですよ。僕なんか在日朝鮮人の方に全く差別感ないんですよ。むしろ戦友だとか言ったりですね、それから北朝鮮大事にしろなんつってみんなにバッシングされてるような僕なんですが、全然差別感も何もないんですけれども、だけどもですね、私がそういうふうなことであるというのはどうしてかっていうと、在日朝鮮人の人がですね、やっぱり日本という別の国にいますからね、今では。だからやっぱり日本の国防とかですね、そういうのは運動ができないんですよね。いつも言ってるように、日本の外務省の係官は国籍は日本じゃなくちゃいけないんですから、それは当たり前ですよね。だって国と国とか戦ってなければ別ですよ。だけど北朝鮮だって日本にミサイル撃つって言ってるわけですから、そういう世の中で、例えばシン・シゴさんっていう人は沖縄の基地反対運動やってるんですよ。沖縄の基地反対運動を日本人がやったって構わないですよ、全然それは。自由ですから。ところが外国人は沖縄の基地反対運動できないですよ。だって外国からスパイが入ってきて、国内で基地とか軍隊の反対運動をやって、じゃあつって軍隊なくしてみたらすぐ外国が攻め入ってきたってことあるわけですからね。だから国防とかそういうのはもうその国の人しかできないんですよ。もちろん在日の、朝鮮人の人はもう我々日本人と全く同じ取り扱いしなきゃいけないの。これはもうそうですね。だけども、それは外交とかそういうのは入らないんですよ。これはもう世界各国、あまりにも当然で、ひどい国だったらスパイザーで死刑になったりしますよね。だけど、この乗り越えネットの中には、都知事選に立たれた宇都宮さんとか、そういうのは日本の結構進歩的文化人が入ってるんですよね。で、放送を見ると、圧倒的にやっぱり放送した方が普通ですよ。それで、そんなことを文句言ってる在日朝鮮人、おかしいんですけど、それを支持したのが朝日新聞、毎日新聞、東京新聞で、何回か、なんか、進歩的文化人が登場してですね、それで、沖縄を悪く言うのは何だとか、在日朝鮮人が運動して何が悪いっていうようなことを言っておられるんですけど、僕にはもうちょっと理解できませんね。だって、僕は学校の先生なんですけども、教室で暴れたら暴れる人が悪いんですよ、学生が。殴ったら殴った人が悪いんですよ。学生としてやるべきことをやらなかったらダメなんですよ。そんなことをね、ちょっと一時そういうことあったんですよ。学生の自由だとか言って、禁煙が指定されてるところでタバコ吸ってんのに学生が自由だって、違うって僕言ってたんですよね。禁煙ってなってるところは禁煙しなさいって言ってたんですよ。当たり前ですよね。つまりこの世の中がまともになるのは、
まともな人をバッチングしちゃいけないんですよ。だから、まあ、朝日新聞とか毎日新聞とか、その、東京新聞が、その、この事件を、新四五さんの方が正しいと言って、連載記事を作ったりするのはものすごく問題ですね。つまり正しい方をバッシングするっていうような社会になったらですね、それはもう、学校で教育もできませんよ。やっぱり学校の先生は一つ一つのことでいたずらする男の子とかそういうのをダメだって言わなきゃダメなんで、それは暴力で女の人をねなんかしたって、それも個人の自由なんて言った日に話にならないんですよ。それが昔のいわゆる日教組教育でものすごく日本社会ダメになっちゃったわけですね。で、一時そういうのが何でもやっていいよっていうことになって、個人の自由だとかなって、それが今だいぶ逆になってるんですけどね。で、まあ今日その BPO っていうの、 BPO っていうのはもともと放送倫理委員会、まあそれはいいですよね。あの放送会自体が自分たちを律するためにそういうの委員会を作る。だけどものすごく不健全なんですよ。だって放送倫理委員会に入っている委員の人たちが誰の、あの選択で選ばれたかも分かんないんですよ。全然だって業績ない人がほとんどなんですよ。なんか昔は心理学者が入ってたり、朝日新聞の記者が入って、朝日新聞の記者だった人なんていうの入れるはずないですよね。だってあの朝日新聞捏造がものすごく多いわけですからね。だからそういう全然資格のない人、今度でもですね、実は委員長代行かなんかの BPO、 つまり倫理委員会の委員長代行かなんかの人がですね、実は沖縄の基地反対の委員かなんかやってるんですよ。委員かなんか指導者かなんか。だからそんな人が審査に参加しちゃいけないんですけど、どうも参加してるんですよ。だからもう話になんないんですよね。私は、まあ、私その冗談で虎ノ門に言ったんですけど、私は倫理の論文で賞もらってるんですけど、そういう実績のあるね、倫理としてある見識を持ってる人、そういう人がいいならいいですよ。だけどどうせ友達関係で選んでるんでしょうね。だからちょっと僕は一番今度のことでいけなかったのは、新四五さんという言えば悪いことをやった人、それから我々放送側は全く沖縄を差別したり在日朝鮮人を差別する心がないのに、ただ言葉でバッシングとか沖縄ヘイトとかいう言葉を使うっていう、その言葉に反応してしまうんですね。朝日新聞、毎日新聞と東京新聞はおそらく言葉に反応したふりをしてるんであって、まあ虎ノ門ニュースで再々朝日新聞、毎日新聞、東京新聞のその批判をするもんですから、あいつら生意気だっていうんでやってきたんだったら、もうこれはもうアウトローの世界ですよね。到底新聞とかそういう社会の好機とかそういうようなことじゃありませんね。私実は今度のことで、まあ東京新聞の論説主幹の深田さんと、論説副主幹だった長谷川さんとの関係もそうですけども、正しい方がバッシングされるんですよ。で、正しい方がバッシングされているのを見ながら日本社会は反応しなくなりましたね。だからこういう社会になった時に本当に日本の裁判所もあまり役に立ちませんしね、まあ中国とかそういう変な国になりつつあるということで、このニュース女子の問題を BPO がどう扱うか、つまりその弱くないんですよ。あの新四五さんたちが弱いとか弱者とか言ってる、全然弱者はあのニュース番組の方でね、まあ、そういうのも本当に変ですよね。僕あの、市バス、名古屋市の市バスのことも言ってるんですけども、名古屋市のまあ 95% ぐらいが車の輸送で、たった 2.7% なんかがバス輸送なんですね。だけども今でもバスに乗る人は弱い人だからっていうんで、バスがものすごい横暴なんですよ。まあ、特に金山駅なんていうのはですね、全面バスだけしか停車できないって、車は遠くに停車しなきゃいけないっていう、そういうまあひどい状態なんですね。これも同じですね。つまり日教組的考え方ですよ。本当にかわいそうな人、それでおばあさんなんかが雨の中をですね、乗用車止められないものですから、今乗用車が金持ちだけ持ってるなんてことないんですけどね、そういう弱者をいじめるわけですね。まあ、そういう社会、つまりまともな状態っていうのが分からなくなった、そういう状態が現在の日本社会ではないかと思って、私今日非常に放送しておりまして残念に思いました。